どうも、ゲタ、ハノウです。本日のテーマは、お箸の持ち方の研修ってありますかというテーマでお話をさせていただきます。はい。 投稿者さんのねお母さんが、えー、知り合いのなんかまあそのね誰かどなたか亡くなって葬儀に行ったとでそれで帰ってきてねその娘さんでしょうねなんかあの「あなんか私ね最近なんか火葬場の YouTube 見てんだよね」みたいなこの,この火葬場儀団ですよね、えー、まあそれ言ってくださったらしくてでそしたらお母さんから「あの質問攻めがすごいあった」って言ってましたね <laughs> はいで,、まあ、でもその火葬場機団でやってることってまあ大体まあ そこそこ網羅してると思うんですよ。だいたい皆さんが、えー、考えつく思いつく、えー、ような、えー、質問というのはもうほとんどこう多分網羅してるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそれでですね、その投稿者さんもなんか覚えてくれててね、えー、それでお母さんにこういろいろ、あ、これはこうらしよう、こうらしようって言ったらお母さんがなんか、ああ、すっきりしたみたいな感じで、なんか喜んでいただけたようで本当ありがとうございます。はい。まあその仮葬場での、ね、お小遣い行った時にですね、職員さんのお箸の持ち方がすっごく綺麗かったですと。 ねはい、で職員さんかさば職員さん大体ねお箸使いますからそのお箸の研修みたいなんて何かされてるんですかねっていうそんな質問でした。ええとあの研修してるのかっていうくらいすごく綺麗なお箸の持ち方ってどんな感じですかねあななんんか多分全体のそのそ所作が綺麗方だったんでしょうね、はい、というふうにはすごく思います。であのね僕ね普段お箸の持ち方 間違ってます。<laughs> はい、そうなんですよ。えーっと、下田くん間違ってんのみたいなね。はい、あのね、ちょっと間違ってんすよ。で、あの僕ね、そのここのね、人差し指をなんかちっちゃい頃に結構ズバッとこう切りましてですね。で、それでこう長らくこう使えなかったことがありまして、で、それの影響でね、もうこうこれをあんまり使わない感じのお箸の持ち方みたいな、えー、変な癖がついちゃってるんですよね。 であそうなのと。えじゃあ下駄くん火葬場の時もそうしてたのと。そうじゃないんですよ。<laughs> はい。あのまあ要はですよ単純にそのやっぱり火葬場職人さんがねお箸の持ち方変だったらその目につくじゃないですか。 でお骨上げというのは、まあ、やっぱりその儀式なわけですよねお骨上げというねなので、えー、その儀式の中の、まあえー、作法というか所作というかねやっぱりそこは火葬場職員さんちゃんとやらないといけないですから、えー、当然のことながら、えー、僕火葬、えー、場で働いている時にねちゃんと普通に、えー、お箸の持ち方あの教えてもらってその働いてたおじちゃんに、ね「いやちょっと僕ねあれこ,これの癖があるのちょっと,ょっと教えてくださいよ」とか言ってんでこうやるみたいなねはい。 普通の使い方もできるし、えー、以前の間違った使い方もできます。な <laughs> なんか変流ですすね <laughs> になってますで、えー、だからこれ別にねあの僕の働いてたところはですよあの全然研修とかはなかったです研修はなかったけれどもただ僕の場合はあの自分で気づきますよね。なんかそのああの単純に、ね、新人例えば過疎部職員で。 でおこだけじゃあちょっと見と見いいてもらいますわかりましたって言ってその先輩がやるのはねもうほんともう何年も前ですよでその時見るわけじゃないですかそしたら先輩がお箸使ってるんですよあ僕お箸の使い方間違ってるからまず直さなきゃいけないなって最初に思いますよそれはねはいなのでまあ研修というよりは単純に自発的にそこは気づくかなとは思いますまあでもねまあそれはやっぱりその時たまたま僕が気づいただけでねえー、なんか気づかない時もあるじゃないですかそのすごい緊張して とか,えー、とかもあるだろうしなのでまああってもいいかもしれないけれどもでもその僕みたいにねなんかこうズバーンって切ってなんかちょっと変な持ち方になっちゃったみたいなあの装置の人の方が多分珍しいと思うのでそこはもう火葬場職員さん同士でねあのうまくやればいいんじゃないかなっていうふうにはすごく思います。 実際に逆に、えー、僕の後に来たかそ、えー、場職員さんねじゃあ新人で行きましたっていうね、まあ、男の子であり女の子でありおじさんでありおばさんでありいろんな年代の方も来てましたからでその時にやっぱり逆に見ますよねそういう時ねだからあのたまーにやっぱりありますよそういうことはね でそれでまあ一つあったのが例えばそのおじさんでねまあおじさんって言ったらあれなんですけどねまあそこそこ年配のね男性の方でまあちょっとお箸の持ち方が変な感じの方がいたんですよねであの骨盤が終わってからねああ何々さーんって言ってあのお箸ってなんかこううまく持てない感じですかってまあ最初にまず聞きましてですねだこ,これもだからあのポイントなんですよあのお箸の使い方間違ってますよとかいう言い方はこれは僕は NG だと思いますね はい、もうなんか一番最初にこう上から行くみたいな, <laughs> なんかだからやっぱりその辺りは、えー、自分自身が自分よりも年上の方がですね新しく入ってきてっていう風に、えー、そういうことがね普通にありましたから、えー、その辺りはねやっぱりだいぶ注意しておりましたよね。 その人がなんかちょっと恥ずかしそうに、ああ、ちょっと、いや、私、ちょっと、そう、そうっすね、みたいな、なんか気まずそうにされるんで、あいやいやいや、みたいな、いや、僕もそうなんすよ、と最初、みたいな <laughs> あの、なんか変な持ち方しましたよ、僕、みたいな。だから、あの全然あの、まあ、ちょっとずつでいいんで、多分まあ、直しとっていいんじゃないですか、その直して悪いことないし、みたいな。 ね、ないですよ、別に悪いことはね。もともと例えば、その、なんか、えー、なんかこう手にね、こう麻痺がなんか残ってるとか、そういうことがあれば別ですけれども、まあそうじゃないんであればね、なんか、あ、全然僕もそんな感じだったんで、全然、あの、やりましょうよ、とか言ってね、えー、それでこう一緒にやっていくみたいな、えー、そんな感じのことはやっておりました。 まあそういう意味では日々研修かもしれないですよね。<laughs> っていうふうには、えー、すごく思います。はい。ということで本日はお箸の持ち方の研修ってありますかということでお話をさせていただきました。ではまた、火葬場のことでわからないこと、あれ何だったんだろうなということがありましたら、下鼻をホームページからぜひご利用ください。